はい、さあ、皆さんお元気ですか？ガキです。かげろう、もう一人のプリンセスを続きやっていこうと思います。で、チャプター4のバトル2ですね。早速いくか。見つけたぞ、魔女め。3人か。ブレイク、ロングヒット。あ、今アーマーいないからできない。ロングヒット、レンジヒットだっけ。これも飛ぶんだよね。これをやって当てるか。んでこれやってんで、あ、ちょっとずれてる。あ、こっちで止まっちゃった。そういうことか。これをあとバッチンと回して、で、ペンミラの上するんだっけ。で、こっちに当たるから、これボーンってやって、で、これでグサッてしていて、いや、これとりあえずこれやってよ。はい、通らないといけないな。こいつら早いな。カクカク。もう十字キーが十字キーでスティックが。間通らないな、こいつら。スイープ。あ、そっか。よっしゃ、あった、ロング。よしよしよし。入ってる。やめてくれ。勝手にそこ行ってはダメですよ。あ、もうお願いが達成したんだ。シートアームブレイクと灼熱がちょっとやれずにな。スチームがこっちじゃないか。移動する、あっち側。スチームがあるところ。こっちね。
今出たばっかりだからちょっと待って、今あやめて、避けて避けて、ああ待てよ、ここまで来るからここからまたヒットさせないと、ここに来るからで、こう、これこっちはなんだ、穴なのかこれ、ちょっと分かりづらい、まあいいや、でこっちにやっといて、いや、こんぐらいにしとこう。え？なんか爆発したけど。よし、いけ。よし。あれ？ああ、これ突きかないのか。この男じゃない。逃げた。逃がすか。で、ここに飛ばして、もうこうやって。あったかな、よっしゃい、よし、え、ああ、あ、ちょっと当たった、いや死んだ、よし、おい、ブライアンっていうのが確か結構なやつ、あ、こいつじゃねえか、あ、まだまだ出てない、なんか結構向こう体勢のやつが、効かないやつがいたから、あ、こいつアーマーブレイクできるな、みんな、これは足トラバサミでアーマーブレイクできるってことかな、わかんねえ、やってるか、こっちじゃねえ、あれ、早く、よし、あ、そういうこと、きっかけ、あ、じゃあ無理かな、さて敵をグレーン
のグレンマッド記者の内縁機関に放り込む。え？危ないところでした。あれはいたぶれるような相手ではないですね。ということは逃げた。逃がすかボケ。あ、前じゃない。あいつ逃げたのか。そう、あ、違う違う違う、投げた。へえ。決してない期間、宇宙ではないよね。歩いてもないし。うん、ここじゃね、あの汽車が通ってるところじゃないとダメか。ここでいいのか。放り込むのかね。下か？こっち？こっち？この中じゃないか多分。なんか開けてる。だからどう？これでじゃないとな。ここで開く。もうちょっと下らへんじゃねえとか。ここらへんかな。これちょっと厳しいな。あ、いや。違うとこかけば。ここ厳しいな。この女はということも、まあ、ずっと開いてるのかな。だったらちょっとここで、これじゃ、あ、でもこれやってペンデュラムで飛ばす。できな、来ないか。こっちに来たら、来たらこっちに入らないから、うん、だね、入らないからこっちに飛ばすしかない。こっちに飛ばして向こうに飛ばし、飛ばし。こいつ来てないんだな。うん、やばいな。くっそ、飛ばすしかないな。足止めさせて、向こうに飛ばして、
今度やる？できるかな？あ、こいつ足気がないかい。うっそ。倒しちゃおう。めんどくさい。そこ下にやった方がいいかな。HP も少ないしな。やばいやばい。こっちだったら逃げ場がたくさんあるから。耐性が耐性向こうか。もうこうだからな。まあまあブレイクした方がいいのか。セリンダス攻撃で、あれか、こうやってこれできないからな。床と天井とかこれできてるんだけどね。伸ばして、あ、なんか、はい、むずい。下から。
ラスレーダース倒産できないから飛ばした後に挟まないとか、でもこうやってこう、で飛ばした後にぐしゃでできるかな。はい、あれ遅かったか。はい、よし、はい、あ、そういうことじゃないんだ。結局効かない。わかんないな。うん、役者に引かれてください。できたから、できたけど、むずいな。やりますね。ここまで全員皆殺しですか。いい感じじゃないですか。いや、いいですよ、うん、頑張りますね。ライダーガンフェイコニアですね。あら、光栄ですわ。私のことご存知なの。異端審問の名において、大した調べもしないで人間を殺しまくっているんでしょう、あんた。あら、それは違うわ。私の目を通して神が審判を下しているのよ。さし、この銃の引き金を引いてくださるの。私の耳元で撃てと囁いて、行かれちゃってるね。自分の頭の中に捧げている信仰心ってとこかな。ま、下道には違いないわ。神の信徒である時点で私たちからすれば下道ですよ。一周回って私たちと同じ部類かな。こいつもまた聖者の末裔か。なんだかやれやれって感じだね。聖者、私は分かってるじゃない。そうよ、私は聖者よ。神に選ばれた神聖なる御使いよ。召しなさい。神の弾丸に撃ち抜かれて。都合のいい意味してるね。祈らなくていいんですか。あなたの大好きな神のそばに向かう時間は近づいてきてますよ。震える神の下僕よ、裁きの時は来た。あとはもう落ちるだけよ。というわけですね。
どうですか。今回はここまでにしておきます、本日のご視聴ありがとうございました。また見てください。じゃあや。